曜日、時刻は夕方6時を回りました。こんばんは、吉岡里帆です。今週はスペシャルです。素敵なゲストをお迎えするとともにプレゼントも用意しています。ゲストは俳優の神尾楓珠さんです。神尾楓珠さんは1999年東京都生まれ、2015年にデビューして以来様々な作品に出演、私も頼りにしている後輩です。そんな神尾楓珠さんが主演を務める映画20歳のソウルが先月末に公開、またおととい6月17日に公開された映画恋は光も話題です。 UR ライフスタイルカレッジは2019年の6月以来2回目の登場ということで、変化や活動への思いなど伺ってみたいと思います。そして後半はグッドリビングカレッジ、毎月3週目は料理研究家で家事が好きになるためのアドバイザーとしても活躍されている島本美由紀さんにお話を伺います。今回のテーマはフルーツの美味しい食べ方と保存方法です。今日も最後まで心地よい時間ご一緒しましょう。吉岡里帆がお送りしている UR ライフスタイルカレッジ、ここでプレゼントをご紹介します。今回は見た目も食べ応えも抜群、SNS でも話題の創作和スイーツをご用意しました。今回すごいですよ、ちょっと衝撃を受けました。私選んだのはですね、博多山田屋の花より団子串です。これね、ちょっと聞いただけだとね伝わらないと思うので、細かくちょっとお伝えしたいと思います。博多山田屋はですね、福岡を拠点に店舗を展開する創作和菓子店となっております。みたらし団子、串団子、カップ団子など季節によって変化する100種類以上の創作和菓子を取り揃えているお店です。今回はそんな博多山田屋の中でもインパクトのある花より団子串を選びました。スタジオにはですね、その花より団子串があるんですけども、まず最初見た時傘かなんかかなって思ったんですよ。筒にこうなんか巻いてあって、で中から出すと25種類の味のお団子が1本の串に刺さっていまして、長さおよそ1メートルということで、ちょっと皆さん1メートルなんとなく想像していただきたいんですけど、それ分のお団子がついてます。味はですね、みたらしやきなこなど定番の味から、かぼちゃや紀州梅、ラムネなどの珍しい味まで、いろんな味のお団子が楽しめるようになっております。私さっきちょっと早めにいただいちゃったんですけども、まず25個も串に刺さってるので、取るのがね一苦労でした。この味とこの味食べたいなみたいな、部分部分で食べようとしたせいもあって、スタッフみんなとワイワイガヤガヤ大騒ぎしながら団子を取って食べたんですけど、お味はね全部本当に美味しかったです。まずお餅の食感が本当柔らかくて、ほんのり甘みがあって、結構あんが乗ってないお餅だけでも、お団子だけでも美味しいなと思いました。私が食べた味はですね、まず定番はみたらしときなこ、もうこれ間違いなかったです。どっちもめちゃくちゃ美味しい、これ結構何個でもいけちゃうなっていう感じのお味でした。で変わり種は迷ったんですよ、いくつかありまして、コーラ、メロンソーダ、あとラムネ、ちょっと飲み物をアレンジしてるようなあんなんですけど、私はラムネをいただきました。見た目もね本当にカラフルなブルーで、これ本当にあんこって思うんですけど、食べるとちゃんとあんこの食感で、香りも味もラムネでした。そしてなぜかめちゃくちゃ美味しかったです合いました、お団子とラムネ。ということで、もう一個一個もねしっかりしてるので食べ応えもありますし、見た目のインパクトがすごいので、お祝いだったりサプライズだったりいいんじゃないかなと思います。今回は博多山田屋の花より団子串を5名の方にプレゼントします。 SNS に写真をアップしておきますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。応募キーワードは後ほど発表しますので、お聞き逃しなく。 UR ライフスタイルカレッジ、吉岡里帆がお送りしています。 UR ライフスタイルカレッジ、ゲストは神尾楓珠さんです。こんばんは、よろしくお願いします。神尾楓珠です、よろしくお願いします。
いやー、藤君久しぶりですね。久しぶりです。いつぶりですか？これラジオで言うと3年ぶりみたいで、 UR ライフスタイルカレッジは2019年の6月以来の出演。2019ということで、何してる時でしたか？2019年って、ね、だ3年前だと20歳成り立ての時でしたっけ？あ、でもそうか、そうだ、そうですよね。そうですね、もう3年も経ったんですね。ちょっとね、あんまピンとこないですね。ピンとこないです、全然。3年かなっていう感じだけど、この3年間かの間どうでしたか？どうでしたかって、いやもうすごいとんでもないスピードで成長されてるのを私は旗から見てましたけども。あ、本当ですか？はい。いやでもなんか自分的にあんまり、うん、なんか変わった感じはそんなないですけどね。なんかでも確かに今目の前に藤君いるけど、あんまり変わってない気がする。なんかそれはいい意味でですか？いい意味で、いい意味で、あの若々しいっていうか。本当ですか？なんかなんだろう、うん、やっぱてかなんだですかね、ひょうひょうとしてる感じがそのまま健在でほっとしてます私は。頼もしいなっていう感じですかね。神尾藤さん、まあここ数年本当にいろんな作品に出演されていて、しかもここ何ヶ月かも立て続けに作品が公開されているんですけども、最新作となる映画が公開になっています、はい、恋は光ということで、神尾さんは恋をしている女性が光を放ってキラキラして見えるという特異な体質を持つ大学生を演じています。はい、いやちょっと拝見したんですけども。あ、本当ですか？はい、神尾くんって本当にいろんな役できる人なんだなってこう年数を重ねるたびに思います。嬉しい、うん、こんな一面あ見たことない顔してました。確かに喋り方とか見た目ももちろんそうなんですけど、はい、なんか内側から出てるなんか、うん、雰囲気があれこんな顔する人だったっけみたいな。へえ。でも確かに恋の光の役はちょっと特殊でしたね。癖が強い役だったんで、うん、確かにこの役が来た時、どう思われましたか？いや正直なんかそのちょっとこう文学少年みたいな感じでちょっとなんかオタクっぽい言い回しだったりするんですよね、うん、はい、でもそういうのってあんまりなんか通ってきてなかったんで、そういう、うんうんうん、そういう人も別に周りにいたわけでもなかったので、だからできるかなっていう不安はありましたけど、意外となんかこうあのメガネかけてるんですよ、うん、あのメガネの形結構特殊な形してるなと思ったんですけど。そうです、めっちゃ特殊で。あれなんか衣装合わせの時どんな感じだったんだろうっていっぱい試してみたのかな。あ、そうです、いろいろ試して、で もう監督はこれがいいっていうのがあって、うん、あ、へえ。でこれ実はあの本当は1年伸びてるんですよ、あのコロナの関係で1年延期になってて、うんうんうん、でその衣装合わせした時はその1年前で、うん、でその時に監督がこのメガネがいいって言ってたんですけど、もう1年経ってるからそのメガネがどこにいたか分からなくて、もう監督が必死で探して同じやつを見つけて持ってきて、いやあのメガネ私もう本編始まった瞬間からお面白いメガネしてるじゃないって思いましたもん。あのメガネのおかげでなんかスイッチ入りましたね。ああなるほど。私結構やっぱあの独り言をボソボソ単調に言うみたいなのが、はい、あ、ここまでハマるんだっていうのと、あとこれ、原作秋枝さんの恋は光をこう実写化した作品じゃないですか、はい、なんで結構キャラクター強めだから実写化するとき難しいんじゃないかなって思ってたら、意外とスッと入ってくるっていう。ああ、嬉しいですね。うん、そういう体験をしましたね。いやでもなんか演じてても楽しかったですけど、監督もちょっと面白くて、うんうん、どんな監督さんでしたか？もうなんかもう本当もうこだわりが強くて、もう自分はこうしたいっていうのがちゃんとあるから明確にあって、でその本読みの時に棒読みでやってほしいみたいな、でそんな言われたことないかったんで、なんかすごい新鮮でした。ちなみにこの主人公大学生西条はですね、恋愛感情に振り回されながらも恋ってなんだろうとこう恋の定義について考察する姿が印象的なキャラクターとなってます。はい、こう恋のね光が見えるからこそ切なくて苦しい恋愛模様が繰り広げられるということで、なんかあのね見てるとハーレムじゃないですか。あ、そうですね。言ったらもう、ね、しかも女性キャストが本当にみんな可愛いんですよ。そうです、ね、全員それぞれの可愛さとか綺麗さとかキュンとするポイントがあって、
神尾くんはあの役としてですけどもちろん、はい、どのキャラクターの役に惹かれますか？3人それぞれ全然違う女性像だったと思うんですけど。でも僕は北城。ああね、北城さん可愛いですよね。そうです、北城がやっぱなんか一番なんかちょうどいいなって思う、まあ、確かに空気も読んでくれるし、さっぱりしてるし、まあ一緒に過ごしてきた時間も長いから、まあ結構なんだろう、何でも一緒に乗り越えれるような感じがするというか、う、ね、同じなんか一緒に楽しんでくれるし、うん、確かに私も北城さん派だったな。他の2人が結構癖強いですね2人ともめっちゃ面白くてめちゃめちゃ愛おしい、篠之目さんと宿り木さん、宿り木さんも素敵でしたけどね、可愛いじゃないですか。等身大ですよね、なんか、ね、なんか大学生って感じしますよね、色っぽいし、はい、うん、でもピュアみたいな。ちなみにこの大学生西条を演じる上で特に意識したことは何でしょうか？でもやっぱその声とそのやっぱ喋り方、言い回しが独特なので、うんうんうん、その独特な言い回しに合う声を探すのは結構大変でしたけど、うんうんうん、でも普段とやっぱ全然声の出し方違ったんで、うんうん、それが最初やっぱ自分の中で不自然だったんですけど、うんうん、それが自然になっていくまで結構大変でしたね。で見てる人になんか作ってるって思われないように、うん、自然に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 って思ってやってましたね。でもなんか全然そのキャラを押し付けてくる感じがなくて、なんか本当になんだいないんだろうけどいそうって思える感じがすごいありました。嬉しいです。はい、そう思いました。といえば先日あるテレビ番組ですね、占いをやってもらっていて、あ、そうです、神尾さんはわがままな子と付き合ってもやってあげちゃう、彼女がしっかりしてたり自立してたりちゃんと自分を持った子じゃないと引きずられちゃう可能性があると指摘されると、確かに全部助けてあげたいととっても素敵コメントをされてたんですがそうなんですかいやでもそうですね、これでも結構高校生くらいの時からそうかもしれない、あ、でもなんか確かにちょっとこう私もね、少ししかお話したことないですけど、はい、男らしいっていうか芯がすごい座ってる感じがするから、なんかいろんな人を助けてあげれる人なんだろうなって勝手に思ってます。でもこれそのなんか別に付き合った人とかじゃなくても、うんうんうん、仲いい友達とかでも、あ、なんかもう本当なんかいろいろやってあげたくなっちゃうっていう面倒見がいいみたいないやでもすごい素晴らしいことですよね、それは。でも高校生の時の方がなんか頑張ってましたけどねちょっと待って、めっちゃ笑ったいや最近はでもね、最近も頑張ってくださいじゃあちょっとなんか困ったことがあったら神尾さんに助けていや言うようにしたいと思います最後にですね、映画恋は光は神尾楓珠さんにとってどんな作品になりましたか？でもやっぱ自分の中では結構挑戦というか、うん、今までやったことない役ですし、うん、自分の中に全くないところからやっぱ作ったキャラクターという役なので、うん、なんかでも自分的にはすごい成長したなって思える作品でした、うん、あ、まあ、こういうこともできるようになったんだなって、うんうん、いいですね、思いましたね。もうでも本当にいろんな顔を見せてくれる神尾さんなので、ぜひ皆さん、映画恋は光劇場でお楽しみください。はい、ぜひ見てください、はい、全国で公開中です。さて2022年がスタートして半年経ちますが、今年はね本当に先ほどもお伝えしました通り、たくさんの作品に出演されています。すでに公開されている映画が先ほどの恋は光、そして先月末に公開された20歳のソウル、また親密な他人、ドラマは先生のお取り寄せ、17歳の帝国、ナンバ MG5 などなど私が言うのもね変なんですけど、休めてますか？いや休めてます。いや本当たまたまなんですよ、もう本当にたまたま。これすごい重なり方してますよ、ね、いやこれだけ聞くとめっちゃ売れてるやんみたいな なるんですけど、いや売れてる、もちろん売れてるんですけど、もちろん爆売れしてるんですけど、いやいや本当にたまたまなんかここに集結したっていうだけで。いやこれでも大変だろうなって、そのプロモーションもそうですし、撮影期間とかも重なってたんじゃないかなって思うんですけど。なんか重なってるやつもありますけど、う
私はすごい個人的に縫いながら作品やるのがあんまり得意じゃないんですけど、はい、神尾さんは縫いながら作品平気なタイプですか？いや、できればやっぱ一つの方がいいですけど、うん、でも縫ってても別に切り替えはそんなに苦労しないタイプかもしれないですね。あ、いいですね。なんかこう切り替えられるポイントとかあったりするんですか？いや、でも本当なんか衣装とメイクとみたいな、うん、ああ、もうそれだけですね。だその西条もメガネでスイッチ入ってみたいなだからそんな感じです全部。もうデビューして7年。7年か。7年の実感はありますか？いや、もう7年経ったんだなっていう感じですね。そんなにやっぱ高校生の時とかはそんなにやっぱ仕事もなかったので、うんうん、なんか本格的にこう仕事が来るようになってからそんなにやっぱ経ってないんで、まだ、うんうんうん、7年っていう実感はそんなにないですね。ああ、そうなんですね。役とはいつもどうやって向き合いますか？どう向き合う。でもなんかやっぱ自分が出ないようにはしようって思ってます。なんか自分を消すっていうか、そういう作業をしてる気はしますね。こうずっとこう活動を続けてきて、あ、役者向いてないなって思った瞬間ってありますか？めちゃくちゃありますね。あ、意外ですね。それは全然本当に結構もう常日頃思ってるかもしれない。なんでですかね。そんな、なんか人にこう見られることがやっぱそんなもともと得意じゃなかったじゃあなんでこの仕事してんだって話ですけどそうそうねだからもう7年経ってようやく慣れてきたっていう感じです。なんかこう私はやっぱり初めてお会いした時からもう本当になんかたくましい、あのすごいゴリマッチョとかじゃないんですけど芯がねすごい、なんでしょう、なんかバネみたいに、なんか一本の木が生えてるっていう、こうバネみたいな、こう動けるような、なんかすごいこう臨機応変に仕事ができるタイプの方なんだろうなっていうのをすごい感じてて。いえ、そうなんですかね。そうだからすごい役者業向いてそうだなっていうのが第一印象だったんで、ちょっと意外な答えでしたね。でもなんか言葉にトゲがあるって言われるんですよ、よく。本当？その、まあ、友達とかですけど。だから言葉選び言葉選び気をつけなきゃっていう優しい言葉をね。いや、優しいワードを選ばないとなっていうのは。この仕事できないなって思いますよねなるほど。まあでもね、素を出して喋れる関係っていいですけどね、めちゃめちゃ、うん、UR ライフスタイルカレッジ、今日はゲストに神尾楓珠さんをお迎えしています。この後も引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。 UR ライフスタイルカレッジ。ライフスタイルカレッジ、吉岡里帆がお送りしています。今日は神尾楓珠さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では後半はですね、神尾楓珠さんのライフスタイルについて伺っていきます。前回番組にご出演いただいた時に、こだわりがないので普通の部屋ですとおっしゃってたんですが、今でも変わらずですか？今は、前回って実家、まだ実家でした。実家の時ですか？でも今そのやっぱ今一人暮らし始めて、もうその何年か前に、うんうん、でその引っ越した時にちょっと派手な色のソファーを挑戦しようと思って、はいはい、オレンジ色の派手なのいったねいきなりオレンジいった、すごい挑戦者だ。オレンジってだって結構オレンジじゃないですか。結構オレンジで、まあでも元気湧いていいかもしれないですね。なんかインテリアのポイントになりそう。気づいたんですけど、はい、昔からオレンジが好きだったんですよ本当ですか？あんまり意識しなかったですけど、オレンジのイメージ全然ないですよ。なんかだからちっちゃい時とかの写真とか見ると、うん、オレンジの服ばっか着てるんですよ、うん、へー、でもやっぱオレンジ好きだったんだじゃあ本能的にあ、オレンジのさ欲しいなって思ってたそうなんですよ。じゃあいい買い物しましたね、はい、引っ越して早々、ね、ああいいですね。
いや、じゃあなんかこう家電とかもいろいろ新しく買ったと思うんですけど、はい、なんか部屋はどうですか？あ、でも本当最低限のものしかないかもしれないです。なんかあの一応その電子レンジとか空気清浄機とか加湿器とかも一応買ったんですけど、うんうん、動いてないです動かせやいや、まあフィルター掃除するのあ、まあ、めんどくさい、めんどくさいなみたいな思っちゃって、まあ忙しいですよね、フィルター汚したくないなみたいなじゃあ使わない方がいいかって、いや、なんで買ったんやなるほど。じゃあ今はちょっと稼働してない家電もたくさんありますね。置き家電ね、はい、インテリア、インテリアなるほど。じゃあ この2年の間に新しく購入したものはありますか？でもスピーカー結構いいじゃないですか。あのリビングと寝室と、うんうん、あと風呂場に、え、めっちゃいい、スピーカーを置いてます。あの普通に持って、あの持ち運びのやつですけど、いいですね。やっぱなんか音楽聞くの好きなので、うんうん、風呂場でも。あれは叶いましたか？あの思い出した、私3年前に喋ったこと思い出したんで、イエモンのライブ行きましたか？行きました。私もあの後イエモンのライブ行ったんですよ、行く機会があって、でその時に、あ、神尾くんって思い出して、マジですか？で神尾くん誘ってあげなきゃってすごいピンと思ったんだけど、私も忙しかったし神尾くんも忙しそうでちょっと遠慮しちゃったんですよね。マジ？そう、でもきっと神尾くんはこの情報を聞きつけて自分の行けるスケジュールの時に行ってるはずだと信じてたんですけどどうでしたか？でも僕その番組で行きました、うん、行かせてもらって、でご挨拶もさせてもらって、いやすごい、そしたら最高じゃないですか。そしたら、あ、噂のねみたいな言ってくださって嬉しい認知されてました。認知されてこの仕事やっててよかったって思いました。私もその神尾さんから家物の話聞いてて、自分はそんなにこう通ってなかったんですけど、はい、ライブに行って家物のかっこよさにもびっくりして、気づいちゃいました、ね、気づきました。すごすぎて結構衝撃のライブでした。かっこいいですよ、色気があって、色気がある、で立ってるだけで本当に男、なんかセクシーで、でなんかあのデニムの細さが似合う人、しかもあの5年齢で変わらない体型をキープされてて、いや、しかも4人ともスラッとしてて、そう、本当スラッとされてて、歌声ももうめっちゃ響いてて、かっこいいですよ、ね、会場本当に湧いてましたもん。これが家もんなんだって衝撃ですよね。衝撃でしたね、生で見た時衝撃でしたね。あれはもう男でも惚れるかっこよさですね、うん、ね、何のライブ？僕横割りだった。あ、私も横割りですね。すごいいいライブでしたね、うん、じゃあかっこよかった。すいません、ちょっと話がかなりそれちゃったんですけど、ライフスタイルにまつわることで好きなことは何でしょうか？何ですかね。でもその自粛期間の時に料理を始めて、はい、うんうん、でまあその自粛終わってからちょっとなかなかやる機会なかったんですけど、また最近ちょっとやってみようと思って料理をちょいちょいやるようになったんですけど、やっぱ料理楽しいですね。ああ、いいですね。なんか家の中でやっぱりこうリフレッシュできる項目があるのがいいですよね。そうです、もう友達と電話しながら僕の料理に付き合ってもらうっていう。あ、楽しそう。え、ちなみに最近作ったものでよくできたなと思えるものありますか？でも僕なんかちょっと得意料理っていうか、うんうん、なんかちょっと変わってて、うん、あの人参しりしりとそこからいきました。人参しりしりと、はい、あとニラ玉と、はい、あ、ニラ玉いいですね。とんぺい焼き、あ、なんていうんだろう、こう、なんかちょっと居酒屋で出る、居酒屋メニュー感ありますね。別にお酒飲まないんですけどなんか居酒屋で食べたやつで美味しいのがあったら家で作ってみようみたいな。へえ、でもニラ玉もね、人参しりしりも全部体にいいというか、なんか栄養面でも良さそうですね。まあ、あと全部卵が入ってるっていう卵好きっていう卵好きねあ、でもいいですね。しかもちょっとなんか作り置きとかできそうだし、あ、そうですね、人参しりしりとかは、はい、料理をされるんですね。そうですね、うん、逆に苦手なことは？苦手なのはもう本当に洗濯物を、うんうん、その干すまではいいんですけど、はい、取り込むとか畳むとかがもうめんどくさくてまあね、私やっぱ一人暮らしだとなんかもうひと手間ね、
あのしまう必要ない、ないじゃんこれみたいな。このままねピッて引っ張ってそのまま切ればいいじゃん、はい、ってなっちゃうんですよね。でそれはちょっとでも直さなきゃなって思ってるんですけど、まあね、でも一人暮らしってね、まあ、逆に一人暮らしの時しかできないっちゃできないですしね。干してあのそのビッて取ってあって切るみたいな。そうですね、今しかできないかもしれない、今しかできないかもしれない。なるほど。では最後にですね、神尾さんの最近のおうち時間の過ごし方は。おうち時間はやっぱ僕アニメが好きなので、アニメ見たりとか、あとライブ映像、ライブ DVD が結構家に置いてあるんで、それを見たりとかしてますね。ほう、アニメとライブどういうのを見られるんですか。いや、アニメ本当に片っ端から行く感じですか。いや、でもそんなには行かないですけど、でもワンクールで5、6作品は見てます。すごい、追ってますね。めっちゃちゃんと見られますね。これでもでも減った方ですけど、あ、本当暇な時とかはもう10作品とかもずっと追ってたんで。すごい、今結構ちゃんと選んで、はい、厳選して厳選してやってますね。なんか今おすすめとかあったら教えてください。うわー、でも難しいな、うん、でもやっぱもう人気ですけど、スパイファミリーとかはもう大人気ですよね。アーニャ可愛いです。可愛い、アーニャ可愛いよね。可愛いですね。ライブ映像は、ライブ映像はイエローモンキーもあるし、あとバンプオブチキン、あ、バンプも、ね、バンプもあるし、あとミセスグリーンアップルとか。あ、そうだ、好きっておっしゃってた。そうです、そうです。結構いろんなのありますね、じゃあそういうのをたまに見たりとかして、はい、あ、須田くんもあります。あ、須田くんもある。やっぱライブ映像いいですよね。いや、めっちゃいいです、うん、やっぱ行けなかったライブとかは、うん、あ、こんな感じだったんだなって思えるし、行ったやつは、ね、あの時の思い出がね、わーって燃え、また燃えれるし。そうなんです、でもう本当もいっぱいあるから飽きないんですよね、やっぱライブ映像は、うん、なんか棚とか大きいの欲しくなりますね。あ、確かにね、収納棚ないですね。ね、ちょっとどっかで棚を棚を買います ね。ありがとうございました。でも今日久しぶりにこうやってラジオでお話ししたんですけど、はい、何も変わってないと思ってたけどちゃんと変わってました。やっぱ3年は大きかったですね。大人になってました、ね、大人になってました。大人になってたのかな。大人にはなってない。可愛いままですけど。いや、でもすごいいろいろお話聞けて楽しかったです。ありがとうございました。すごく楽しかったです。あ、よかったです。今日のゲストは神尾楓珠さんでした。映画も公開してますので、ぜひ皆さん劇場でご覧ください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。5曲をつないでお送りしました。神尾楓珠さんをゲストにお迎えした今回の放送、吉岡里帆さんはこう振り返ります。今日のゲストは神尾楓珠さんでした。いや、神尾くんは3年前に来てくれた。もう3年も経ったかと不思議な気持ちですね。お互い本当に、ね、仕事をたくさん頑張ってきた3年間だったんじゃないかなと思うんですけども、あの同じ事務所の後輩なので本当に日々頑張っているなと、あのしみじみ、もう偉いと、体調崩さないでねと、あったかいエールをいつも送っている神尾くんなんですけども、本当に頼りがいがあってですね、もういつも面白くて、あの作品もそれぞれ全然違った顔を見せてくれる神尾くんなので、ぜひ新しい映画も、皆さん劇場でチェックしてみてください。そんな神尾楓珠さんとの写真もアップされています。番組ホームページやツイッター、インスタもぜひチェックしてください。そして今日は見た目も食べ応えも抜群、 SNS でも話題の創作和スイーツ、博多山田屋の花より団子串を5名の方にプレゼントします。改めて応募キーワードは、団子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 25兄弟。もう一度歌います。団子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 25兄弟。ということで、ご応募は UR ライフスタイルカレッジのホームページからお願いします。右側にあるメッセージフォームから送ってください。名前、住所、電話番号をお忘れなく。当選者には番組のスタッフからご連絡させていただきます。皆さんからのご応募お待ちしています。では UR ライフスタイルカレッジ、また来週お会いしましょう。ここまでは吉岡里帆がお送りしました。
明日からも素敵な1週間になりますように。